三吉市立中央図書館は愛知県三吉市三吉町湯の全114番地の三吉市図書館学習交流プラザサンライブにある公共図書館。1978年に三吉町立中央図書館として開館し、2010年1月4日に三吉市立中央図書館に改称。2016年にサンライブに移転した。1971年4月1日に 三好町立中央公民館の2階に図書室が開館した。蔵書数は約1000冊、閲覧席は20席であり、年間の貸し出し冊数は約6000冊だった。同時に愛知県図書館の移動図書館が三好町に巡回を開始したが、1973年12月1日には県図書館の移動巡回が廃止され、 トヨタカモ港市町村県移動図書館が巡回を開始した。トヨタカモ港市町村県には、旧東鴨郡、西鴨郡域にある、豊田市、三好町、阿助町、旭市町、藤岡町、小原村、下山村の一市四町に村が加盟しており、三好町内では、団地、児童館、福祉会館、公民館など10地点を巡回した。 豊田加茂広域市町村県では2005年に大規模な自治体合併が行われ、現在は豊田市と三好市の2自治体に修練している。入り口に設置されていた返却ポスト2016年の閉館後の休館1977年7月1日には図書館の建設に着工し、1978年1月31日に竣工。本体工事費は、 約7300万円であり、総工費は1億8578万7190円。三好町の調整施行20周年記念事業の一つとして、1978年4月1日に三好町立中央図書館が開館した。開館時の三好町の人口は25597人であり、蔵書数は1万3749冊であった。 建物は鉄筋コンクリート作り2階建てであり、開館時の延べ床面積は498平方メートル。1階には、閉館書庫、研究室、休憩室などがあり、2階には、開花書か、閲覧コーナーなどがあった。傾斜地に立っているため、正面入り口は2階であり、車椅子の利用者が来館しやすいようにスロープや、自動ドアなどが設置されていた。 休館日は月曜午後、火曜、毎月末日であり、開館時間は9時から17時だった。開館した4月から8月までの5ヶ月間で35,465冊を館外貸し出し、他に館内閲覧が約1,400冊あった。開館時から移動図書館を運行しており、1978年度には、 三好町立中央図書館全体の35%に相当する4857冊の貸し出しがあった。西陣鳥山時代の建物はコミュニティバス、三三バスで保健センター下車後徒歩2分の場所にあった。1980年には三好町立三好病院に雑誌のバックナンバーの貸し出しを開始した。1985年には370.74。 平方メートルの初夏を増築する改修工事を行った。これによって、延べ床面積は1階が198.10平方メートル、2階が680.98平方メートルとなっている。1980年から1982年には、県内外の4自治体からの視察を受け入れており、岐阜県吉木郡古川町から議員25人が、 静岡県浜名郡新井町から15人が、愛知県知多郡阿久井町から、教育委員会員10人が、長野県諏訪郡下諏訪町から図書館協議会員7人が、三好町立図書館を訪れている。1983年には、移動図書館用の豊田タタウニエース版を購入した。1985年9月17日から1986年2月28日に、かけて、 増築工事を行っている。1987年にはコンピュータを、1997年にはパソコンを、1998年にはインターネットを、2005年には蔵書検索システムを導入している。2000年には、三好町民情報サービスコーナー3ネットが開館し、床面積130.13平方メートルのうち53平方メートルが、 図書コーナーに当てられた。3000冊の蔵書で業務を開始し、同年度には、三好町立中央図書館全体の14%に、相当する26,054冊の貸し出しがあった。サンネットの貸し出し冊数は2006年度まで、右肩上がりであり、ピークの2006年度には、三吉町立中央図書館全体の38%に、相当する11,7859冊の、 貸し出しがあった。移動図書館の貸し出し数は緩やかに減少し、最終年の2004年度には、全体の2.2%に相当する6302冊まで落ち込んだため、2004年度で移動図書館は廃止された。新館の建設計画休館と複合施設、サンライブの一関係三代市長では1978年に開館していた図書館に加えて、 昭和40年代に開館していた学習交流センターや勤労青少年ホームも老朽化が進んでいた。開館からの四半世紀で人口はほぼ倍増し、2005年の国勢調査では開館年比2.2倍の56,252人となった。人口の増加に加えて刻々と変化する時代に即した図書館とするために、三好氏は図書館機能。 生涯学習機能、交流機能を合わせ持つ複合施設の建設を計画。2ヶ月後の単独市政が決定していた2009年11月の三吉町長選挙では、複合施設と市長者の建設という2大大型事業の賛否が争点の一つとなり、現職の区の友秀では建設推進の態度を、対抗馬の小島達夫は建設に慎重な態度を示した。 この時の三好町長選挙では、現職のくのが参戦を決めている。2010年1月4日には、三好町が単独で、市政を施行して三好市となり、三好町立中央図書館から、三好市立中央図書館に解消した。2010年には、中京テレビ放送元社長で歌人の石川恒夫から、蔵書約5万冊の寄贈を受けている。三吉市は、 小売店が集積する共同店舗、三好サンプラザの跡地への建設を決定し、2012年に基本設計を、2013年に実施設計をまとめ、2014年以降に建設工事を行った。建設費は約26億円。三好サンプラザが閉店してから、建設予定地は暫定的に三好市役所の第三駐車場として使用されていた。 三吉市民情報サービスセンターサンネットは2013年3月29日をもって閉館。名鉄豊田線三吉が丘駅前のカリオンハウスに移転して4月2日から業務を再開した。新図書館の供用開始に先立って三吉市立中央図書館は市内の中学2年生以下を対象にサンライブで使用することのできる読書ノートを配布した。西陣取山にあった 中央図書館は2016年3月31日まで開館し、4月1日からは移転作業のために休館となった。7月2日に三好市図書館学習交流プラザサンライブ内に開館し、3ヶ月ぶりに図書館業務を再開した。サンライブという愛称は工房によって決定したものである。前半部分のサンは三好市の頭文字である。 三に由来し、後半部分のライブは英語で図書館を意味するライブラリーと活気があるを意味するライブに由来する。開館記念講演会として、東海学園大学学長、元名古屋市長の松原武久が文化の創造と継承と題した講演を行っている。三ライブへの移転開館記念事業として、三好市で活動した。 児童文学作家の遠藤久志の作品集を発刊している。屋外から見た閲覧席と植え込み新館では児童図書エリアにお話の部屋が新設された。雑誌のタイトル数は休館の4倍以上の約320タイトルとなり新たに雑誌スポンサー制度を導入した。愛知県内では日清市立図書館や長久手市中央図書館が三吉市に先んじて 雑誌スポンサー制度を導入している。カウンター前には4台の自動貸し出し機が設置されている。蔵書の収容能力は休館の約4倍の32万冊であり、その内訳は開花が17万冊、閉花書庫が15万冊。2016年12月にはティーンズコーナーを開設し、その記念として12月18日には詩人のアーサービナードによる 講演会、世界に日本語はどこまで広がっていくのかを開催した。詩人、児童文学作家の遠藤久志詩人、児童文学作家の遠藤久志は、西鴨郡三好町に居住した。2016年に三好市立中央図書館が移転開館する際には、移転記念として、遠藤久志の作品集が発刊された。 三好市立中央図書館には、遠藤久志の特集コーナーが設けられている。中京テレビ放送会長の石川恒夫は、西鴨郡三好町出身である。読書家としても知られた石川は、生前に、蔵書五万冊を三好市に寄贈していた。三好市は、石川の蔵書を、三好市指定有形文化財の石川家住宅、陶像に保管していたが、2016年に、 三好市立中央図書館が新館に移転すると同時に図書館内に移した。この石川文庫は別地されているわけではなく、一般の書籍と一緒に陳列されており、一般の書籍が青色のラベル、石川文庫が赤色のラベルで区別されている。石川文庫は文学、映画、芸術に関連する書籍、雑誌が多い。図書館に近接する。 三好市庁舎三好町立中央図書館が開館した1978年度は月曜午後、火曜、祝日が休館日だったが、1979年度は月曜、祝日が休館日となった。1984年度には火曜、祝日が休館日に変更されたが、1987年度には再び月曜、祝日が休館日となっている。 1993年度には祝日会館を開始し、月曜、火曜が休館日となった。2000年度には月曜日のみが休館日となった。ありがとうございます。